急戦に持ち込み、敵の疲弊を待つのだ。よし、ここで防御体制を取るのだ。やおとなしくしてね。そのもう少し手加減してやってはどうか。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。我が縁が、我が城が、芝一族め、おのれ。城兵は落ちた。我らの勝利よ。愚者の相手はこれで最後にしたいものだ。高尊炎の一族は皆処刑せよ。洛陽にいる高尊炎の兄も逃すな。兄上、何もそこまでしなくても。洛陽の高尊公は高尊炎が乱を起こすと見越して征伐軍を起こすよう前々から進言してたわけですし。いや、勝利、今はその気がなくとも血が残れば一族が罰せられた恨みも必ず残る。反乱の温床はこの木に潰しておくべきだ。そんなもんですかね。シーよ、随分と苛烈だな。采配をお前に任せると言った以上口出しはせん。だが理にかなっていたとしても、あまりに非情な処遇は新たな火種を生むぞ。兄上、父上だってそう言うんです。少し考え直しては。確かに父上のおっしゃる通りですが、その火種すらも根絶する姿勢を見せれば最終的に反発は起こらなくなるでしょう。この乱世を終わらせるには時に過激さも必要。父上がお仕えした先帝宗妃殿もそのように進められていたのでは。旦那様、一度は資源に任せるとおっしゃったのに結局口を出されて。資源は資源で頑固なのだから、どうして我が家の男たちはこう。まあまあ母上、その辺で。同じというか、よかろう。お前のやり方最後まで貫いてみせよ。父上、兄上、ご加盟は果たしたことですし、そろそろ洛陽に帰りましょうよ。芝居殿、高尊炎の討伐ご苦労だったな。しかし貴殿が討伐に赴いている間に陛下の病は熱くなり、先日ついに崩御なされた。なんと痛ましいことだ。
宗英殿は宗妃殿の聡明さを継がれていた。義にとっての損失は計り知れない。皇太子の宗宝殿はまだお若い。かねてより宗英殿から打診されていた通り、宗宝殿の補佐には私と貴殿がつくと。そこで貴殿に相談があるのだ。職は長年漢中に軍を駐屯させていたが、最近になって兵の一部を後方へ動かし始めた。今こそ長年の敵である職を攻め滅ぼす好機ではないか。ふん、それは愚策と言わざるを得ませんな。なんだと。職が漢中から兵を下げたのは、より兵端を維持しやすい場へ移動しただけのこと。何と言われようと、こたびの職討伐には貴殿以外の賛同が得られている。この件、父上、本当に職に戦を仕掛けるんですか。この前反乱が起きたばかりで、東の方がまだ不安定だっていうのに。義弟宗宝殿の貢献である宗宗殿の決定だ。我らが留守の間に手回ししていたらしい。大将軍宗宗殿か。今職に攻め込んだところで何か得られるとは思いませんが。いや、宗宗殿の狙いはおそらく実績だ。同じく陛下の後見人である父上と違って、自身にほとんど軍功がないことを気にしたのだろう。実績って、別に戦にこだわらなくても、乱世が終わればそもそも軍功なんて生まれなくなるんですし。あのボングにそこまでの展望はなかろう。奴が戦にこだわるのは、ひとえに私から軍権を奪いたいがためよ。きっと曹操殿の養子であったカーン殿やその取り巻きにそそのかされたのね。以前はもっと素直な方だったもの。しかし父上、このまま攻めれば職と対するのは高青山になります。彼の地は傭兵が難しい。戦に不慣れな曹操殿の指揮では勝機は薄いかと。こたびの出陣は取りやめるべきでは。兄上の懸念はもっともです。俺もそんな山に行くより洛陽でのんびりしたいですよ。私とてこんな馬鹿らしい戦には参加したくない。だが曹操殿の命を無下にするわけにもいかん。お前たちも高青山へ向かうように。しばし殿か。高尊園討伐における活躍は聞き及んでおるぞ。その説は大義であったな。それで義の大将軍たるこの私に一体何の用かな。恐れながら、こたびの我が軍の布陣について申し上げたき懸念がございます。懸念だと。現在我が軍の兵力は前線に集中しています。これでは後方に敵の奇襲を受けた場合、前線部隊が孤立してしまう恐れがあるかと。漢中周辺は隘路が多く奇襲を受けやすい地。ここは一度兵力の配分を再考し、奇襲に備えて後方の防備を厚くするべきでは。ふん、芝一族は皆こぞって小賢しい理屈を並べおるわ。奇襲など受ける前に職を倒せばいい話よ。いや、それはさすがに無茶ですよ。あまり敵を甘く見ない方が。良いか、
これは宗家たる宗一族の戦、圧倒的な兵力で敵を押し潰す堂々とした戦でなければならんのだ。私は自ら前線の部隊を率いて一気に艦中を落としてくれよう。貴様らはそこで指をくわえて見ておれ。つまり特に策はなく、まっすぐ兵を行軍させると。そんな方法で職が倒せるなら過去の英雄たちがとっくにやってるって。まったくだな、呆れて物も言えん。だが我らまで無責任になるわけにはいくまい。行くぞ。勝てぬ戦であったとしても、せめて被害を最小限に食い止めなければ。私にかかれば諸君など敵ではない。手始めに艦中を落としてやろう。